英検準一級、はい、夏に受けたやつ、はい、英検のやつを使うかもしれない。一級とか一級です。前回の2次受けたやつのスコアで異様な簡単が、でも過去問自体のやつ、ハローでは始まりました。はい、もちチャンネル。さあ、今回ですね、カズさんにおいでいただきまして、ちゃんと勉強できているのか、まあまず今ね、模試が受けられなかったっていう話ちょっと諦めて病院に行きました。そしたら風邪でショックっていう、風でショックでなんてこった。それ家でとかさ、なんか振り替え的なのあるんじゃないの、送られていくんじゃないの。え、振り替えられるんですか。なんかとにかくパック自体もらえるんじゃないの、なんか言えば。あ、そうなんですか、うん、言えばもらえるでしょ、問題自体は。なるほど。確か受けられなかったんでって、確か、英語ですよ。英検、はい、準一級、はい、夏に受けたやつ、はい、ネジ落ちました落ちてたんかい。ネジをもう一回次に受けるんですけど、もう数週間後とか1週間に。いや、そんな先じゃ、そんなすぐじゃないです。 A2 ってだったらもう、あ、違います、あれです、 SCBT みたいな。 SCBT で受けるのね。あ、なるほどね。そうそう、普通の面接だったらもう1週間後です。はい、まあ、いろんな人がひこれやってる。もう、面接だ面接だって言って、もう毎日コメントも来てるし、どうかにもうこれできるようにならないよとか、なんとかしなきゃっていっぱい来てる。どうしたらいいか分かんないんですよ。なんかちょっと何をしたらいいのかも分かんないんですけど。あら、それちゃんとうちのちょっと動画見てください。たくさん出てますよ。あ、見ます面接対策動画いっぱい出てる。見ますわ、はい、それ見て、見ます。いっぱい喋ることが大事。喋る量が少ないと分かんないから、だからほとんどの人が量が少なすぎて分からない。うーん、1文とか2文しか喋んないじゃなくて、ちゃんと3文喋りなさいっていうのがめちゃめちゃ大事なので、それを瞬発力的にパッと出せるかできんじゃないの。だって弟と一緒にずっと英語聞いてる生活だったのに。弟が聞かされてるので副産物みたいなものを聞いただけででも喋れバイプロダクト、はい、喋れないです。日本語から英語で喋ろうと思うからよくないですか。あ、まあ、なんか日本語で思うことを英語で言えなくて時間が尽きたっていう前回なんですけど、瞬時に当然。あ、まあそっか、でも時間尽きただとね、 SCBT の方が待ってくんないからね。うん、人の方が待ってくれるんで、まだ CBT それもう常にもう喋って録音して、そうタイマーあった方がいい。あの漫画のやつはね、漫画描写は時間制限ありますから2分で。他も多分あったと思います。それもちろんあの、芝居って見てるんですか。喋ったら出てきちゃう。だからそれは人の方が待ってくれるから。ああ、なるほど。そう、 SCBT も待ってくれます。もうそのまま行っちゃうんで。あんまり SCBT でこのなんか気にする人はあんまりいないけどね。え、あのだから練習の時にさ、こうやってやってる人あんまり、タイマーで練習とかっていう人はあんまりいないけど、3分喋るだけだから3分さっさと喋るで、やべえって思ったら聞き直しボタンとか、ね、あれ押したら下がるとかないんですか。2回押したら下がります。2回押したら下がる。1回は押しても下がりません。ただすごい間開けてから押したらもう限定ですから、間を開けちゃいけません。もうなるほどね。じゃあそれを英検のやつを使うかもしれない。立教とか。そう、立教ですね。前回の2次を受けたやつのスコアで立教の換算が87だったんですよ、はい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 。だからなんとか2次で9乗らないかな。なるほど、90点台受かる点になれば90点台になるんですよ。だからちょっとなんとかしなきゃっていう。いやー、どうなの、いけんの、大丈夫なの、わかんないからわかんない。まあその理教はわかんない部分があるからね、やっぱりちょっと多少ブラックボックスであるんで、まあただ絶対順位は取っといた方がいいんで、はい、そうですね、それ SCBT で、せっかくなら全部受ければいい。あ、重ねらんないの、あ、なんかできなかった。あ、できないんだ、なるほど、ね、じゃあまあ頑張ってスピーキングやるっていうことで、はい、それもあったのね。もっと早く言えば面接してあげたのに今。あ、ね、もうだって今日もだって俺朝2時間その面接の授業だったので、あとはそれぞれいろんな学校に行って教えに行くの、英検の面接いっぱいあるよ、うん、しょっちゅうやってるから、まあまあとにかく行で分かりました。で共通テストは過去問はまだいろんなたくさんやったりはしてない。あ、してないです、はい、じゃあまあこれはね、前回の動画で、はい、これをやったんで、ここから行ってき
できるようになっていただき、そして、過去問英語はやってないの、マーチの。過去問英語は構成を最初に手をつけようとして、構成はむずい、ちょっとむずいと思って、はい、中央から始めようって思いました。思ったけどやってはいないってことか。やったの？いや、まだです。またやってない。一回構成挫折で止まってます。はい。そうですね。まあ、なんでじゃあいよいよ、じゃあ次回からは過去問こうでしたがいよいよやってきます。過去問こうでした、はい、過去問これだけ取れましたっていうのがやっていきます。坂上と分かってないか、坂上いつもそれだったかね。毎週過去問こここれでした、こここうでしただったから、撮影してた皆さん、その何年のここって言って、あ、これだけ取れんだとか、あとはスポカね、言えば平に見てもらえますから、特権ですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。そうです、これがこの動画に出る特権ですからね。ですね、はい、見てもらえるっていうので、今度皆さん会いますから、それまでにデータくれれば渡しておきますよ、ちゃんと。うーん、せっかくだから特権をご利用ください。ありがとうございます、はい、この添削もだけどね、絶対金払ってやるやつやで。え、今勉強進んでるんですか？古文読めるようになりました、はい、読めるようになった。いきなりもうめちゃめちゃ進化してるやん、それ。待って、本のタイトル、また出てこない。めくるとめくるとカバー外すと桜の模様の知らないわ。読解、あ、読解本じゃ出てこない。読解本じゃ出てくるわけない。読解の本なんか古文のでしょ。古文です。岡本さん、多分、あ、岡本里奈先生のやつね。これじゃない。そうです、これやったら文字で読めるようになりました。古文の読み方と聞き方が面白いほど身につくもんで、これで読めるようになったと。すごいね、これ多分髪の毛で顔がずっと映ってないかもしれない、今思ったけど。良かったわけですね。良かったです。ああ、じゃあもう古文、いやいや苦手な古文が、あ、和歌以外、和歌以外な、あ、なるほど、和歌が分からないということで、はい、それ以外は、そうですね、話とかの選択問題みたいなのはだいぶできる。え、過去問とかはもう入りましたか？いや、今それをやって、うん、ポラリス、はい、古文のポラリス、古文のポラリスですけど、1個目のをやりました、うん、はいはい、だからまだ、ね、そう、簡単な方なんですけど、でももっと読めなかったんで。なるほど。ってのと、前回の模試、うん、かわいいの時に全く読めなかった古文を見たら、はい、分かるようになって。おー、なるほどね、はいはいはい、そこが分かるようになってたんで。なるほどなるほど。じゃあやっぱり、え、文法単語を入れたって感じですか？文法単語で読めると思ってたんですけど、うん、なんかその読み方のルールみたいなのをやったことによって、ちょっと捉えられるようになりました。うんうん、そう、主語がどれ、主語がとか、ね、主語が誰とか、変わるとことか。はい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 。お、これでもう苦手の古文を克服ということで。で、漢文ができないんですけど、今度。共通テストだけなんですよ、漢文。ああ、そうね、言ってた。最後にポンと上がればそれでいけちゃうと思うので、よし、大丈夫。数学は？数学は教典の数学が多分一番ダメなんですよ。その、うん、なんか私立の3問あってみたいなやつだと、うん、大問3つぐらいで、うん、だと一番最後のが解けなかったりするぐらいなんですけ ど、ね、教典のが本当になんか、ああ、そうか、この読み物がなんか辛いわけですね。なんとか頑張ってもらって、うん、克服してもらわないと。過去問自体はやってるんですか？数学、そうです。あ、もうマーチの、マーチので、うん、構成のデザイン項がやばいっていう、はい、え、難しいってこと？いや、ちょっと教典っぽい感じ。ああ、そういう感じなんだ。喋んないけど、なんか喋んないけど、喋るやつは登場しないけど、そのでもそこ行きたいから、ちょっと、ああ、そういうことね、しないとっていう、今って字の文が長いみたいな、なんかこう字の文とか説明がこうあーってあるみたいな、うん、おかしい、ね、国語得意なのにおかしいおかしい、現代文得意なはずだねということでした。なんで、じゃあこれからカズコが頑張って言いますので、応援してあげてください。はい、ご視聴ありがとうございました。レギボーチン。